皆様こんばんは。5月の31日午後8時27分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第2部の配信をですね、社内収録でお届けしていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。今日のね、第1部の方では、11通貨ですか、結構ねアルトコインを多めにね取り扱っていったんですけれども、本日の第2部はですね、通貨はガラッと変えます、ですから、もしね持たれてる通貨が、第1部第2部の配信でね、またいであるかもしれませんので、そこだけ切り取ってね見ていただいてもいいのかなという形がしております。よろしくお願いいたします。はい、そしてあともう一つですね、私ですね、ツイッターもやらさせていただいておりまして、あちらの方にですね、この動画のコメントの方にも貼ってますけれども、テレグラムの方でね、あちらオープンチャットを開設いたしました。パイナポー TV というやつでございますね。今ね、嬉しいことに400名以上の方々がですね、参加をいただいておりますので、ぜひともね気になる方がいらっしゃったら、参加の方よろしくお願いいたします。乗船の方ですね、よろしくお願いいたします。特にね、仮想通貨業界に入られた方とかであれば、やっぱりわからないこともあると思いますので、お優しいお姉様、お兄様方がねいらっしゃいますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それでは第2部の配信、いきたいと思いますけれども、メニューを言ってみたいと思います。まずね、チャート分析なんですけれども、ビットコインですね、そしてイーサリアム、はい、そしてリスクでございますね、リスク、そしてライトコインで、ステラですね、ステラ、そしてチリーズ、そしてウィンクのウィン、はい、そして最後締めくるのはイーサリアムクラシックでございます。よろしくお願いいたします。ちょっとこう日本のね、取引所に取り扱われているものをちょっとある程度中心にね、行こうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてあとはですね、それぐらい、あとは、重要ニュースの方がですね、お二つございますので、お二つ。はい、そちらは要チェックで、お願いいたしますよ。イーサリアム関係の話と、あとはもう見られた方もいらっしゃいますかね。コインチェック関係のね、話がニュースとして上がっておりましたので、ちょっとね、こう、いい形でまた仮想通貨業界がね、盛り上がってくる、ようなニュースが入ってますので、ぜひとも皆様、ぜひとも第2部を最後までご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。行っちゃいます、行ってみたいと思います。行きます。はい、まずですね、行きますよ。ビットコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、36,900ドル付近、もう37,000ドル付近でしょうか。日本円で言うと400万円をね、突破して405万円あたりを、つけているような形になっております。で、やっぱりね、ちょっと昼間、日中ですか、先ほど、あとごめんなさい、今日ですね、第1部の配信でビットコインの方がね、ちょっとこう画面がバグっちゃってしまって、あちらですよ。これ分析してるときはね、特に何もなかったんですけれども、私も一応チェックでね、見返したときに、パチ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 とね、こうね、矢印がテレポーテーションしまくっているという、矢印がダルシム現象を起こしてしまうというね、わけのわからない状態に入ってしまいました。もしかしたらね、ちょっとこう、ご気分が悪くなった方ももしかしたらいらっしゃったかもしれないんですけれども、申し訳ございませんでした。ちょっとね、収録中はわかんないんですよ。すいませんね、申し訳ございませんね。ですから、ちょっとね、注意はしていきたいと思いますけれども、ある程度こう、動かしまくるとちょっとまずい感じもしますので、申し訳ございませんね。ご了承ください。はい。で、ごめんなさい。37,000ドル、今抜けましたね。37,000ドル抜けました。で、時間的に言うならば、どれぐらいです？今日の昼過ぎですね。ちょうどだから、配信が終わったあたりぐらいで、ぐぐぐっと持ち上がってきて、今ね、ちょうどいい形で上昇に向かっております。上昇に向かっておりますよ。で、かなり短い時間軸なんですけれども、ダブルボトムをね、形成していて、ネックラインを上抜けしてからの急上昇という形で、ちょうど、1時間足レベルで言うところの、長期の移動平均線をね、ブレイクして、今ちょうど、この上、上端ですね、ここ。はい。38,500ドル付近でしょうか。ここを今ね、頑張って目指していっているような状態になっております。ですから、今からね、夜中にかけてアメリカの方々がね、起きてどういう反応を示すのか、ここでね、一気に買いが入ってきて、38,000ドル付近をね、一気にブレイクして、この上のね、やっぱり前々から言ってますように、42,000ドルから43,000ドル。このね、長期の、わかります？ちょっとごめんなさいね、引きますね。この、2本のラインっていうのは、日足で見ていきましょうか。はい。初めてね、聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんので、この日足における下落チャンネルのサポートラインがちょうど4万と2000ドル付近に今なっているような形になっておりますので、ここをね、今、
この上の3万8000ドルの頭を押さえつけられている。これはいわゆる逆三尊形成の、ごめんなさい、三角持ち合いですね。三角持ち合いの、いわゆるレジスタンスラインになっておりますので、3万8000ドルをね、実践として明確に抜けていただければ4万、2000ドル付近を狙うようなね、動きになっていくでしょうから、そこに対する期待感をね、持っていけるかなと思います。で、日足レベルでのマック D 戦も、ゴールデンクロスをね、起こしかけておりますので、一旦は上段をね、この狙っていきたい。やっぱり4万8000ドル。あと1000ドルぐらいですね。そこでの攻防が次はどうなるのかに注目していくのが、まあまあ当然ね、していかないといけないので、もう上抜けをしたら4万2000ドルを狙っていくフェーズ。まあその前にね、このね、これ午前の配信でも言いましたけれども、長期の移動平均線がちょっと邪魔になっているので、ここで一回ね、頭をやっぱり押さえつけられて、サポート転換してからの上っていうね、一旦ワンクッション置く可能性もありますので、ちょっと飛び乗りはね、危険かもしれません。まあでもね、これ私のチャンネルを聞かれている方であれば、ある程度4万2000、もしくは4万8000ドルを超えてからね、まあロングインするのが、とにかく私は、おすすめしておりますので、まだね、4万2000ドルを超えるまでは、基調としたらやっぱりこう、わかりますよね。下落チャンネルのサポートラインで裏タッチで、押されてくる可能性もありますので、あまりね、こうちょっとこう抜けたからといって楽観視はできないかなというのはね、きちんと、こう、お耳の奥にパチッとね、しまっておいてください。よろしくお願いいたしますよ。で、下割れ、今回はね、上げ要因としたら何なんだったんでしょうかね。ちょっとごめんなさいね、確認がまだ、できてないんですけれども、まあ、チャート上げだったんでしょうかね。おそらくね、三角持ち合いの下限値にタッチしてきてからの、まあ反発だとは思うんですけれども、あとはこの赤いラインですよね。34,678ドル。やっぱりここはね、かなり強く意識されてますよね。ですからここでの反発かなとは思います。それ以外の要因としたらニュース的なものが入っていたのかどうか。あとはほら、アメリカ様の方がね、やっぱりメモリアルデーでしたかね。米軍の方々がね、ほら、従属中って言えばいいんですか？米軍の方々が亡くなられた方々をね、こう、称える日みたいな形になっておりますので、逆に言うとそのアメリカ様のね、方の売り圧がなくなって、そういった意味でね、こう、期待上げてバンと上がっていったっていうね、もしかしたら要素も考えられなくもないので、まあ、とりあえず今ね、上昇してきているっていうのはね、とにかくプラス要因です。私的にはね、33,500ドルぐらいまでね、一旦本当に、ヒゲでパーンとつけてくるかなと思ったんですけども、まあ、持ちこたえましたね。34,000ドル付近でね、持ちこたえていった形ですので、まあ、形としては悪くないです。ですけども、まだね、三角持ち合いの中を推移しておりますので、とにかく上抜けに期待をしてね、まだ、じっくり見ておくのがいいのかなという形がしております。上がってきたからといって、飛び乗りは危険ですよ。とにかく3万8000ドル。ですから、日本円で言うと、今から10万円から15万円ぐらい。ですから、420万円ぐらいでね、押される可能性がやっぱりありますので、430万円を超えると、日本円で言うと、430万円から40万円を超えると、結構安心感が広がって、4万2000ドルぐらいのね、ですから450万円ぐらいですかのフェーズを狙っていくのかなという形になりますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございますね。一応長期的な目線で言った場合のチャート分析は今日の第1部の配信でね、申し上げておりますので、そちらをね見ていらっしゃらない方は、ぜひともね参考になさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、次行ってみたいと思います。行きます。ポチッとな。はい、行きます。ビッツコインが桜木花道なら、イーサリアムはルカは楓でございます。最後まで希望を捨てちゃいかん。諦めたらそこで試合終了だよ。うわうわ申し訳ございません。申し訳ございませんね。はい、ちょっと大丈夫ですかね。大丈夫です。金行きましたかね。久々行きました。まさかの。モグロ福蔵、モグロ福蔵にちょっと寄っちゃいましたかね。申し訳ございません。はい。ビッツコインが、桜木花道なら、イーサリアマ、ルカは楓様。ここまでは良かったんですけれども、そこからまさかの安西先生の名言をぶち込みからの、モグロ福蔵調の笑い。申し訳ございませぬ。ファンの皆様、申し訳ございませぬ。行ってみたいと思います。申し訳ない。バカにはしておりませんね。すいませんね。キーン行きましたね。久々キーン行ったと思います。申し訳ございません。はい。行ってみたいと思います。はい。まずですね、ちょっと恥ずかしゅうと、社内でございます。お願いいたします。はい。まずですね、行きますよ。イーサリアム、ただいまの価格が、はい。2580ドル。今すごく、心がふわふわしてるんですけど、これなんでなんですかね。すっごいふわふわしてます。申し訳ございませんね。はい。日本円で言うならば、行きますよ。よし、OK でございます。はい。普通に戻します。はい。28万2000円付近をね、推移しているような形になっております。はい。まあ、笑うセールスマンがね、入ってしまったということでお願いしますね。で、今ですね、まあ、真面目に行きましょう。はい。
ごめんなさいね、あまりの衝撃に、はい、むせてしまいました。申し訳ございませんね。はい、今ですね、とにかく2580ドルで、イーサリアムに関してはこちらもね、今もう一回、上昇チャンネルのサポートラインを上抜けして戻ってきましたね。これはいい形、貴重でございます。ですけれども、頭の抑えライン、もうここはね、常に意識しておいてください。2900ドル、ここ付近で抑えられる可能性がやっぱり大ですので、ここでの攻防をやっぱり見ていくのがベストでございましょう。ですから、やっぱりね、ロングインを仕掛ける FX 短期であれば、ロングインをね、仕掛けるのは少なくともこの2900ドルを超えてからの、上昇チャンネルの3200ドル、ないしはそこの上抜けのね3500ドル、うん、このフェーズを狙っていけるでしょうと。ですから結構ね、こうね、時間軸的にはどれぐらいです、5月の20日ぐらいからね、まあ始まっておりますので、うん、今10日ぐらいですよね。ですから、そろそろね、こう逆算図もまだ意識されているような感じだと思いますので、こういった形でね、うん、2900ドルを上抜けすれば結構強い上昇がね始まってくる可能性はこれはねありますね、チャート形状的にもね。うん、であとはやっぱりプラスの要因としたら、落ちてきたとしてもこの上昇チャンネルのね、サポートラインを割れたとしても、この斜めのサポート、短期のサポートラインがね、まあバチバチ効いている状態になっておりますので、どのみちここで支えられてくるでしょうと。これはまあ午前のね、第一部の配信と目測はほぼ変わりません。ですから、下がってきた時の、いいですか、長期とか中期保有目的、の押し目買い推奨ポイントは2200ドル付近です。ここは、結構、結構硬いと思いますから、割れたとしてもすぐパーンとね戻ってくる可能性もありますので、2200ドル、その下の1800ドル。うん。で、その下の最終がやっぱり1550ドル付近ですね。ここの3分割で、一応落ちてきた時の分割エントリーとしては想定しておいてください。OK ですか？で、今、ここね、ぐっと上がってきているんですけれども、4時間足レベルでの MACD 線も右上がりでいい調子。うん。RSI 値もね、50を超えて、買い方がちょっと強くなってきております。で、1時間足レベルは見ていきましょうかね。直近での急な動きですので、うん。1時間レベルのマックにも問題ありませんね。RSI がちょっとね、買われすぎの領域に入りそうなので、そこだけは注意。ですから、やっぱり2900ドルぐらいまで、ね、一気にバンといってもおかしくないかなと思いますね、これね、ちょっとね。1時間足レベルで行くならば、ちょっとアップしましょうか。見えづらいので、申し訳ございません。行きますよ。はい、もう正常運転に戻りました。はい。このね、短期の移動平均線が、中期、あとは長期のね、この移動平均線を下から上にブレイクしてくれれば、もっと力強い、上昇が。ですから2900ドルをね、狙っていけるような、上昇が見ていけるかなと思いますので、そこに対する期待感はね、今持っていってもいいでしょうという形ですね。はいはい。一つはここが気になりますよね。まあ、2900ドルに結構近いのでね、2800ドルぐらいでちょっと以下は押されるかもしれませんけれども、そうなるとね、ちょっとこう、高値を切り下げていくような状態になります。ですからここで押されて落ちてくれば高値切り下げの逆に、今いわゆるアセンディングトライアングルをね作るようなフェーズか、もしくは高値を切り下げるんであれば三角持ち合いを作るような形になると思いますので OK ですか。どの道ね、時間的に行くと6月の8日、8日、9日ここら辺ぐらいでは、まあ、先端にね差し掛かってきますので、うまくサポートされればどういった形で決着をしていくのかっていうのが、まあ、基本的には決まってくるでしょうという形でございますね。この上にある状態、この状態で推移してくれればもうちょっと力強い上昇がね見て取れますよ。おそらくこの短期のサポートラインが効いてきて、わかります、上昇チャンネルのサポートラインよりも上に存在するようになりますので、こういった形でぐーっとねもっともっと尻つぼみになっていて、ポンとポンと抜ける可能性がありますので、2900ドルぐらいまで、まあいわゆるエスカレーター上げみたいなね形になっていて、ポンと時間軸的に超える可能性もありますので、そこに対してはね期待感を持っていきましょうかと。そろそろ本当に6月入って6月の半ばぐらいまでに、先ほど言いましたね、今日もニュースでちょっと上がっていましたので、多分ニュースがポンポン出てくると思うんですよ。で、重い腰をねそろそろ上げていってもいいんじゃないのかなと思いますので、もしね、ロンドン、あとはイーサリアム 2.0 今年いっぱい中でどうにかという話が上がってましたので、ここに向けてのね準備、まあ、いわゆる仕込み的なね形で捉えておいてもいいんじゃないのかなと、そろそろ動き出すようなね感じがしますので、そこはよろしくお願いいたします。はい、一応チャート形状的には悪くない、2900ドルを狙う今値位置にいますので、よろしくお願いいたします。はい、次行ってみましょう。行きます。ちょっと今日は焦りました。行っちゃいます。皆様の大好きな R2 の R2 のお時間でございます。私も大好きでございます。よろしくお願いいたします。はい、リスクですね、行ってみたいと思います。サカサカ行きます。はい、リスクなんですけれども、ただいまの価格がですね 3.46 ドル付近を推移しているような形になっております。はい、で、とにかくね今リスクに関して言うと、ここですよね。やっぱりね結構話は早いですよ。ちょっとビットコインの上昇にはねあまりついていってない形がしますね。あまり反応がよろしくない。やっぱりこれは、4時間足レベルでのね
中期の移動平均線が頭になってますし、やっぱり主要ラインをね、上抜けして、主要ラインというか頭のね、この高値を結んだラインっていうのすらにも近づいていってないので、ちょっと皆様のね、出来高は入ってきているんですけれども、何か弱含みなね、展開がまだ続いているなという形でございますね。ですから、基本的にはこういう状態であればね、上がっていっても、やっぱりこの、高値を結んだライン上、ここですよ。この2本の高値を結んだライン上で、ラインでね、押さえつけられて、ディセンディングトライアングルをやっぱり作っていくようなね、形が、シナリオとしてはやっぱり想定できるかなと。ビットコインがね、もうちょっと力強く上がってきて、一泊置いてからリスクにね、資金が流れてくるっていう可能性もありますので、そうなるとね、一気におそらくブレイクはしてくると思います。ですからもうちょっと時間的にはかかるかな。あとは、短期とか FX、もしね、できるんであれば、やっぱりこのラインをね、上抜けしてからじゃないとなかなか入れません。OK です。ここは大丈夫ですね。ですけど、もう一個だけ言わせてください。実はね、リスクね、いいですか？ちょっと戻っていいです。この2.8ドル付近あるでしょ。ここですよ。2.8 ドル。ありますよね。これ、めちゃくちゃ硬いんですよ。この 2.8 ドルって。ですから、このライン上に今ほぼほぼね、位置していますので、基本的には、長期保有目的、の、買い値場所には確実にここはね、あるかなという感じなんです。実際問題は。まあ、購入されるかどうかはね、あれだと、まあ、私は、まあ、とにかくあれですよ。まあ、相場師としてね、まあ、生きておりますので、ずっと生きてますので、基本的には私の考えをね、述べております。ですから、購入するかどうかはね、皆さんの自己判断に、お任せしますけれども、一応ここ、値位置としたら、かなりいい場所に実はいるんだよっていうのは、見ておきましょうか。こういった形ですね。はい、いきますよ。この 2.8 ドル。この上の赤いラインですね。すいませんね。上の赤いラインなんですけれども、ここは、週足レベルで言うと、もうね、こう、いきなり大暴落を起こしてるじゃないですか。もうエベレストみたいなのがズドーンって。で、ここでサポートされて跳ね返ってきてるんです。ですからサポートラインなんですよね。一旦の。で、そこからやっぱりそのラインを、このラインを起点、この値をね、起点としてズル下げしてきました。ズル下げしてきてからの、もう見ていただいたらわかるように、レジスタンスでも何回も効いてるんですよ。ですから2年ぐらい前のレジスタンス。ここもそうです。1年ぐらい前のレジスタンスです。で、今、現在の場所がここでございますね。上がってきてからの、押されてサポートとして機能ね、この陰線見てくださいよ。サポート、サポート、サポート。サポートです。はい。もう追い打ちをかけるようにサポートでございます。ですから、この 2.8 ドルというラインはかなり固くね、意識はされていく。ですから逆に、逆もしかりなんですよ。割れてしまうと、抜けるのにまた苦労する、という感じになりますので、まあ、瀬戸際のね、場所に位置しているというのは間違いないんですけれども、ビットコインの基調がここから上がってくれば、強気相場に入ってくれば、イーサリアムもとにかく史上最高値をね、このラインを起点としてスタートしてくる、可能性がありますので、もし落ちてきて 2.8 ドル、反発があると思いますから、ワンチャン、短期保有目的でね、買っていってもちょっといいのかなと、お小遣い稼ぎ程度で。ですから、2.8 ドルから、この上のね、タッチぐらい、3.8 とかね、まあ、どうでしょうか、そこぐらいまでをね、狙っていけるような、もしかしたら、フェーズに1枚あたりですから、100円ぐらいですか、狙っていけるような感じになるかもしれませんので、そこは意識の中にね、ちょっと留めておいてください。ということで、よろしくお願いいたします。とにかく、上昇をするのはこの、右のね、右下がりのレジスタンスライン、高値を結んだラインを抜けないとなかなか始まらない。抜けたとしてもちょっと長期の移動平均線が邪魔なので、そこで抑えられてからの 5.3 ドル、黄色いラインをね、目指していくような形になっていくでしょう。ということで、よろしくお願いいたします。はーい、次行ってみたいと思います。日本円で今380円ぐらいですね。よろしくお願いいたします。はーい、次行ってみたいと思います。行きまーす。次はですね、ライトコインでございます。ライトコインでございますね。ポチ。はい。ライトコインなんですけれども、ですね、ただいまの価格が、ドルベース182ドル、日本円で2万円ぐらいをね、推移しているような形になっております。で、どうでしょうかね。もう、このラインっていうのはある程度もう消していかないとね、時間的にも経っておりますので、まあ、いいでしょうということで、今ちょうどね、この高値を結んだライン、わかります?高値を結んだラインを突破している状態なんですよ。ですから、実際問題、ロングチャンスでございます。はい。この放送がある時にね、黄色いライン上、まあ、ここの黄色いライン上もちょうど、まあ、多分言ってましたね、時間軸的に被っているので抜けたら大きいよと言ってたと思うんですよ。ですから今ちょうどね、時間軸的に黄色いライン上にもし存在すれば、また230ドル付近をね、狙っていけるような形にはなっていくかなと。200ドル以上です。200ドル以上をね、狙っていけるような形になってくるかなと思いますので、そこに対する期待感をね、持っていけるでしょうと。はい。で、あとはどうでしょうかね。ちょっとこちらですね、ライトコイン。まあ、黄色いラインはね、結構ね、硬いんですよ、これ。また、これ、ちょっと日足で戻ってみましょうか。こちら、ワープします。ついてきてください。ずん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 進みます。行きます。行っちゃいます。はい、こちらですね。まあ、2017年のね、後半、2017年の後半から、まあ、作られていた、前のね、3年ぐらい前の高騰の時期ですよ。あそこで作られていたチャートを見ますと、まあ、そうですよね。ある程度、こう、まあ、もじもじもしていますし、サポートとしてね、ある程度実践として戻ってきてます。ある程度もじもじでサポート、サポート。ちょっとごめんなさいね。この、
交差している矢印を置いてくださいよ。サポートですね。ここもずーっと文字文字でサポートが入ってますよね。で、こちら。ここからもうサポートからのレジスタンス転換してますので、この177ドルっていうのは結構固めにね、意識はされていくのかなってやっぱり思います。で、考えるとやっぱり、上昇からのね、頭の押さえつけラインとしてサポート、レジスタンスとして効いていてからの実践として上抜けをしてサポート転換してますので、ですからやっぱりこの黄色いラインはね、ある程度硬いレジスタンスサポート、転換線として意識されておりますよ。 OK ですか。ですからこのラインをとにかく抜けるってことは結構大きなね、意味合いがありますので、まずそこに対する期待感はね、持っていきましょうということでよろしくお願いします。まあここの付近でね、うようよしておりますし、ちょうどそれを抜きそうという形、OK ですか。で、あとはどうでしょうかね。ここまで すんなりね、200ドル230ドル、この青いラインをね、やっぱり目指していくかと言ったら、そうは問屋がおろさない状態になるのかなと思います。やっぱりここでね、ですよ、この逆三尊がね、やっぱり意識はされていくでしょうから、ここです、こういう形ですね。逆三尊は意識されてくるでしょうから、もう少し上がっていただければ。ですからドルベースでいくと190ドルから192ドル、ですから日本円でいくならば192ドルですので、今から1500円ぐらいですよ。2万2000円ぐらいですかね。ここ2万2000円ぐらいを明確に上抜けしていけば、結構ね、強い上昇が待っている可能性がありますよ。これは逆三尊が成立してからのネックライン上抜けてズンとね、ズンと上がってくる可能性があります。ですから40ドル30ドル40ドルぐらいですか。2万どれぐらいですか、2万6000円とかね、7000円とか、そこら辺ぐらいまで一気にパーンとね、跳ねる可能性がありますので、そこに対する期待感をね、持っていきましょうということでよろしくお願いいたします。それぐらいですかね。今ちょうど調子がね、いいですね。このまんま黄色いライン上でとにかくサポートで粘っていただいてからの、この上の、逆三尊のネックラインチャレンジをね、ちょっとしていていただきたいなという形がしております。ちょっとずつ希望の光がね、ライトコインも見えてきましたよ。はーい、行ってみたいと思います。行きます。次でございます。次はですね、ステラでございますね。ステラでございます。こっち、はい、ステラなんですけれども、ただいまの価格がね、 0.4 ドル付近、まあ日本円で44円ぐらいでしょうかね、を推移しているような形になっております。で、ステラに関して言うならば、ちょっと1日日足で見ていきつつの、まあ結構ね、私の中でステラは、結構守るべきラインを守ってるなっていう印象があるんですよ。これはこの黄色いラインをきちんとね、こう分かりますよね、ここでヒゲつけて、まあサポート、まあレジスタンスからのサポートライン、に転換しているこのラインをね、ちゃんと今も守っているんですよ。ですから、まあリップルのね、で出来高も今ぐんぐんと入ってきてますので、ここもですね、入ってきてますので、この黄色いライン、つまり、右の数字見てくださいね、 0.34 ドル付近は結構やっぱり固めにね、意識されているんだなと。日本円で言うとどれぐらいです、38円とか39円あたりですよ。ここら辺に差し掛かったらね、やっぱり今後を考えると、現物の長期のね、ある程度分割エントリーの場所として認定していいでしょうね。この38円ぐらいですよ。 OK ですか。で、やっぱりそこを割れてしまうと 0.22 ドルぐらいまでずりっと落ちてくる可能性があるんですけれども、ですからまあ下げの想定をしていくならば、黄色いラインもしくはこの 0.22 ドルで分割がね、長期保有目的ならいいでしょうと。で、今直近での話でいきますと、4時間足レベルで見ていきますよ。いきます。はい、高値をね、結んだラインをとにかく突破はしたんですけれども、やっぱりね、上値を、抑えられている状態でしたね。やっぱり高値を結んだラインをこうね、ブレイクして、やっぱりこの青いラインもね、やっぱりこれ強固なんですよ。それはそれで言うとね、 0.47 ドルです。右側の上の青い数字を見てくださいよ。右側の 上の青い数字です。ここですよ。 0.47 ドルぐらいですので、日本円で言うと、ですから51、2円あたりですよね。52円とか、そこら辺が結構硬いレジスタンスとこれまた、して機能しておりますので、そこでのね、間、つまり今の44円から52円あたりでの今レンジ相場をね、ちょっとこう作っていきそうな様相もしております。 OK です。でもそういった時っていうのは基本的にはパワーを貯めてますし、あと一つ重要な話がありますよ。いつ何かステラって実はね、これね、グレースケールとかあそこら辺も隠れてぐわっと集めてる通貨なんです、実は。わかります。で、何万ステラってね、購入してると。で、あとはやっぱりこれ、リップルの兄弟分的な感じじゃないですか、位置づけ的にね。だからリップルが裁判の決着を起こしていった暁には、おそらくステラも一緒に上がってくると思います、やっぱり。待ってくれーみたいなね、待ってくれーみたいな形で来ると思いますので、ある意味これね、リップルの解決に向けての仕込み場として、両翼としてね、抑えておってもいいかもしれませんよ。そしてこの力強さ、硬さですからね。結構現物のね、保有目的
的通貨としての候補に今徐々に上がりつつありますので、まあエーダコインとかねマティックみたいにあの話題にバリッと上がってくることは少ないんですけれども、他の要因やっぱりさっき言いましたようにリップルでのつられ上げとかね、ああいったものもありますし、密かに集めている機関投資家がやっぱりいますので、そこに対する期待感はあるのかなと思います。 OK ですか？うん。でまあ今レンジ相場を作ってるんです。ですから一旦ここでね上やっぱり青いラインをブレイクしてもらわないとなかなかね次の上昇波に行けないでしょう。これはもともとね引かれていたこの上昇チャンネルの、サポートラインが裏タッチで効いているっていう側面もあると思うんですよ。ですからこのライン上に回帰してから、もし短期なら短期、 FX なら FX でね勝負を仕掛けてみるのがいいでしょうという形がしております。 OK ですか？黒いラインを上抜けてから勝負です。ですからここはまだレンジを作りそうなのでちょっとまだ危険、旨味もあまりないよということはね押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい、次行ってみます。行きます。次はチリーズでございますね。チリーズでございます。はい、こちらですね。チリーズなんですけれども、ただいまの価格がですね 0.27 ドル付近をね推移しているような形になっております。 0.27 ドル付近ですよ。 OK ですか？で、チリーズに関して言うとですね、まあ、まずちょっと冷やしレベルとかで引きで見ていきましょうかね。こちら多分チャートはなかったと思う。そうですね、ここから基本的に作られている状態ですので、まず一つはやっぱりねもう見ていただいたらもう一目瞭然、このね下落チャンネル内をこう推移しているような、ちょっともうどうでしょうかね、このラインをチャレンジして、ないのでね、もうね、下落チャンネルをもう意識しているっていうのがちょっとずつやっぱり薄れつつあるのかなと、ただのだら下げみたいなね形がしますので、一つはやっぱりここでのラインがね引けるでしょうと。まだでも下落チャンネルをね意識している方はおそらく残って、おそらくというか絶対残ってると思います。ですから上抜けをしていったら主要、ごめんなさいね、主要ラインを上抜けをしていったら逆に復活してきます。ここのラインが絶対頭の押さえつけラインになりますから、また下落チャンネル、平行の下落チャンネルを意識する勢が復活します。ですからまずはちょっと短期的な目線でどのラインを抜ければいいのかっていうのを説明しますといいです。まずはねこのね青いラインですよね。ごめんなさいちょっと動きまくってすいませんね。この青いラインなんですよ。これは、ドルベースでいくと0.27 ドル、つまり 0.3 ドルぐらいですよ。これはやっぱりねこの急騰した時の起点となる場所、もう出来高が入り始めた場所なので、やっぱりここでかなり購入をしている方がねおそらくいると思います。 OK です。それはわかりますよね、いると思うんですよ。でここのまあいわゆるこのラインがね、まあいわゆるほら割らしたくないマンがいて サポートに転換してますよ。それは当然ね、サポートに転換しております。そしてここもある程度実践としてね、ある程度サポートとしてごめんなさいね転換をしております。でやっぱりこの青いライン上でもうどっちつかず、売るのか買うのかどうしようかな、あのさっきの前の部分で買った方、買った人たちも売ったり買ったりみたいな方々が混在してどうしようかなみたいな形で今これうようよしてるんですよね。 OK です。ですからまず青いラインを超えるだけじゃおそらくこれ弱いんですよ。だって超えても上がんなかったじゃないですか、ここですよ。わかりますよね。やっぱり超えてもすぐ押されて戻ってきましたので、強い上昇がおそらく待っているのはこの先ほど私が引きました右下がりのね高値を結んだラインを明確に上抜けをすれば結構雰囲気としては良くなるとは思いますよ。 OK ですか？良くなるとは思います。はい。で、ですけどねそこを抜けたとしても次はねまた待ち構えているラインがあるんですよ。これなんですよ。これこのラインっていうのがこのね下落チャンネル内で一旦ね雰囲気が良くなりかけていたんです。安値を切り上げていた状態がここでできていたんですよ。わかりますか？安値を切り上げているでしょ、サポートで。ですからこのラインでの裏タッチまではまあ上がってくるかなという感じがしております。 OK です。ですから上昇のシナリオとしたら、まあ、ちょっとなんかねこの短い時間軸でウェッジ的なものを作っていってもおかしくないなと思いますので、ちょっとこうタッチしてからだら下げ、タッチしてからだら下げでようやくこのラインを上抜けして次は青いラインが頭の押さえつけラインになるっていう可能性もありますのでね、そこもちょっとシナリオとして注意はしておいてください。今ちょっと途中で入れましたから大丈夫です。ちょっとウェッジ的なのも意識されそうですもんねこれね。ですからこういった形でだら下げをしてきてこのレジスタンスラインを上抜けするんですけれども、抜くんですけれども、このラインで頭を押さえつけられてまたこう黄色いラインでの間で、ごめんなさい、 0.14 ドルの間、この 0.14 ドルというのはこれも上昇起点のラインになります。ですから、こういったヒゲわかります？このラインですよ。一気に買いがボンと入ってきた初動ですよね。ですからここでは出来高がぐんと上がっているんですよ。でそれも相重なりまして、ここヒゲでほぼほぼ押し戻されている値位置という風になってますので、こう時間軸的にこうやってねずるずるいって上抜けをしていただいて、基本的には上抜けがセオリーですからね、上抜けをしていただいて、青いライン 0.3 ドルで押されてからのレンジ相場を作るっていうねこう想定もできますので、まあそうなるとね結構長い時間かかりますね、上に上がっていくにはね。それまでにいいニュースが流れてきてほしい。で直近でいうシナリオでいくならば、とにかくこのわかります？ここですよね。このラインを上抜けしていけば、もうなるべく早い時間軸で上抜けはしてほしいですね。やっぱり交差しているライン、
つまり6月の6日あたりまでには抜いてほしいんですよ。じゃないとここね、6日を超えて抜くとやっぱりここがもう一回頭のレジスタンスラインになりますので、抜くのが窮屈でしょ。うん、ですからそこはね、やっぱりこう注意してほしいな。6月6日までには上抜けをしていただいて、裏タッチぐらいまでねチャレンジしていけるかなという感じがしております。ですから6月6日ちょっとね注意をしておいてください。日付ですね。よろしくお願いいたします。はい、次行ってみましょう。行きます。はい、次はですね、いきますよ。ウィンですね。ウィン行ってみたいと思います。こちらでございます。ウィンですね。どこにいるかなと、あ、いました。ポチッとな。はい、ウィンなんですけれども、いいですか。ただいまの価格がこちら、まあ下4桁でいいでしょうかね。5250ですね。緑の値ですよ。この5250が今の値位置になっております。はい、でウィンに関してはね、まあいろいろね、まあありますけれども、まずはどうでしょうかね。うん、まあこの形を見るともう全ね、ほぼほぼ上昇を打ち消している、ほぼ全戻しで抑えられているラインっていうのを加味すると、ちょっとラインをいろいろ引いていきましょうか。うん、まずはね、やっぱりどうでしょうかね。高値をね、結んだラインは意識されていきますよね。そこは追加しておきますよ。1本いきます。まあ、ここですよね。このラインがやっぱり重要になってくるでしょうと。まあ、ヒゲまで加味していくとという感じでいきましょうか。こういった形でしょうかね。ここはヒゲでいきましょう。こういった形ですね。はい。まあ、ここはちょっと甘めにつけたんですけれども、ある程度ね、こう意識されていく。上抜けをしないといけない実際までラインになりますね。はい。で、まず1本目引けますと。うんで、あとはどうでしょうか。ちょっと前の時間軸に戻っていきましょうかね。ありますかね、チャート的には。あ、ありますね。ヒゲまで噛みつけた、ここは抑えのライン。うん、赤のラインをちょっと引いてみましょうか。ここですね。ここがまだおそらく生きていると思います。ここです。このレジスタンスな、されてますでしょ?つけてからの上抜けしようとしたんですけど、抑えられてグリッと落ちてきて、ヒゲで押し戻されている状態ですので、おそらくこのラインは意識されていると思うんですよ。ちょっと戻りますね。すいませんね。あー、すいません、すいません。あ、ごめんなさいね。はい、こうですね。ちょっとね、パチパチする、してたらすいませんね。なんかこう、ちょっとおかしいんですよね。ごめんなさいね。あー、やっぱそうですね。ここは意識されてますね。ですから、この4510、うん、ここで抑えられている。やっぱりこれレジスタンスにもね、なってますし、上昇の起点のとなるラインですので、この赤いラインが、基本的には最終防衛ラインでしょうね。今の感じでいくと。で、あともう一つ引けますね、これね。うん。ここですね。いきますよ。もう一本追加しましょう、トレンドを。ここです。おそらくこれは意識されてますよね。ああ、そうですね。やっぱりそうですね。はいはい。やっぱり上昇の本当に起点となる場所からの、もう終わらせたくないマンがウィーンみたいな、ウィーンみたいな作動しておりますので、ここがサポートとしてさらに効いていますので、この赤いラインがね、より強固に作動しているんですよ。で、今ちょうどこのサポート、斜めのね、なだらかなサポートラインを、サポートとしてぐーっとね、上がっていけるかなっていうのがね、まず一つ。うん。あるでしょう。ポイントですね。ですから、いいですか?まあ、押し目がいい。もう、ウィーンに関しては、これ長期保有目的でね、スイッチしていってもいいのかなと。まあ安いですしね、金額も。んで、中華系通貨でトロンが盛り上がってくればね、おのずとまあひっついていくでしょうから、基本的には長期保有目的の通貨、あと爆発力もね、もう皆さん分かっておりますし、もうほぼほぼスタートの値位置に入ってきたので、うん、結構買いのね、まあ気になる方であれば買いの通貨のヒット候補としてね、入れておいてもいいんじゃないのかなと思います。実際まだ枚数集めの、まあある程度も草コインの値位置でしょうね。もう興味も結構薄れてきておりますので、でも草コイン的な位置づけでも結構上の方だと思いますよ。うん、まあ草というレベルでもないですかね。もしかしたら草よりももっと上のレベル、草コインとは言えないですよね。一旦話題に上がってますのでね。うん、ですからまあ攻防としたら、とにかくラインをね3つ追加しました。このなだらかな右上がり、右下がりの高値を結んだラインと赤いラインです。ですからここがちょうど交差するラインありますよね。ここ6月の2週目あたりにはどういった動きになるのかっていうのはね、あらかた決着がついてきます。6月の2週目12、13あたりです。 OK です。そこまでにはどういったね形で、仕上がってくるのかが分かりますので、まあね、ウィンを持っている方は6月の10日から13ぐらいまでの間注意しておくべきだなっていうのはね、思っておいてください。まあ結構ね、赤いラインとこのね、斜めの、うん、なだらかな黒いライン結構硬いので、上抜けの方で私は見ておりますよ。上抜けしていくんじゃないかなと思っております。でもその際はね、やっぱり9445あたりで、うん、黄色いラインとの攻防がどうなるかなんですけど、なるべくねこの接近しているところで抜けてほしい。そしたらほら2つとも同時に抜けますので、なるべくならこちらもほぼほぼ一緒、6月の3日あたり、ぐらいまでには抜けてほしいかなという感じですよね。うん、今日足レベルで MACD 線がねゴールデンクロスを起こしかけておりますので、いい感じですね。うん、いい感じはいい感じです。で4時間足レベルでゴールデンクロス、 RSI も特に問題はない。やっぱり黄色いラインが押さえつけられるかなという、のはちょっとありますね。うん、ここね抑えられてますので、やっぱりこのラインを抜けてくれればね、全てうまくいきそうな感じはします。はい、ちょっと結構強めの上昇がね待っているかもなと。まあ9445ぐらいまでなんですけどもね、ぐんとさらに一段抜ければ
さらにですね、強いのがおそらく待っている可能性がありますので、そこに対する期待感をね、持っていけるでしょうと。とにかく6月の3日までなんとかしてほしい。決着は6月の13日あたりで、ある程度いい形でね、決着はしていくのかなと思いますので、日付の注意はよろしくお願いいたします。はーい、次行ってみましょう。今日のね、チャート分析最後になりますね。イーサリアムクラシックちょっと軽めに見ていきましょう。よろしくお願いいたします。はーい。イーサリアムクラシックですね、どこにいるかなーと、どこにいるかなーということで、あ、いました。こちらでございます。ポチッとな。はい、イーサリアムクラシックですね。ただいまの価格が、ちょっと、4時間足で見ていきましょうかね。うん。67ドル。この時計がね、動いてる赤い67ドル付近を推移しております。日本円で言うと7500円あたりでしょうか、を動いていると。で、イーサリアムクラシックに関しては、今これね、サポートラインがもうバチバチに効きまくってるの分かりますよね。もうこれ起点となる場所からのサポートラインですよ。ですから、4月の前半からもずーっと効いているサポートラインでございます。ですから、そのライン上にね、今あるという感じ。うん。で、あとは広い目線でいくと、やっぱりこのラインを割れると、もうすごく山は小さいんですけど、三角持ち合い的なね、右上がりの、ごめんなさい、三尊形成的なものもね、かなり山は高いんですけども、考えられなくもないので、このラインを割れるとね、ちょっと嫌な雰囲気が流れてきます。うん。50ドルぐらいまでのね、急落はちょっと覚悟しておいた方がいいかなという感じですね。ここをやっぱり割れてしまうとね、いう感じがありますよ。で、今ビットコイン様、あとはイーサリアムの基調が良くなってくればね、このイーサリアムクラシックもね、流れとしてついていくのかなという感じはしますので、そこに対するね、期待感は持っていけるでしょうという、まあ、それぐらいでしょうかね。ごめんなさいね。結構話が淡白で。うん。上は、やっぱり長期の移動平均線での兼ね合いがあるんですけれども、今は一旦ね、サポートラインで守られてからの80ドルをチャレンジ。うん。80ドルを上抜けしていくと、110ドルというね、結構大幅上昇がね、見込めますので、そこに対してはね、期待感をさらに持っていってもいいんじゃないのかなという感じがしております。高値を結んだラインをね、上抜けしてもなかなか反応がなかったので、こういったちょっとなだらかなものも意識されてくる可能性がありますので、そこはね、一本追加はしておきましょうか。こういった形です。こうですね。こういった形で、ちょっとなだらかなね、頭を押さえつけラインっていう感じでも意識されるかもしれませんので、そういったことを意識されている相場師がいるかもしれませんので、もしかしたらこのラインを上抜けしてからね、強い上昇で、一気に青ラインをね、ブレイクしてくる可能性もありますから、今はとにかく、サポートライン上にね、いますので、結構ね、現物の仕込みのね、値位置にいることは間違いないでございますよ。分割、例えば現物のね、分割エントリーをしていただく場所としては、申し分はね、ないかなと。今ね、声が上ずりました。申し訳ございません。もし割れたら、先ほど言いました49ドルぐらいで分割、割れたら27ドル付近で分割っていう形がね、うまく長期的に見ると仕上がっていくのかなと。まあどのみちイーサリアムがね、ガーッと注目されていけば、うん、イーサリアムクラシックもおのずとひっついてくるような形には、まあ時間がかかると思いますけれども、あるかなと思いますので、そこに対する期待感をね、持っていきましょうかということで、よろしくお願いいたします。まあファイルコインとファイルキャッシュみたいな関係性ですよね。もしファイルコインとファイルキャッシュの、うん、新通貨のご紹介しましたので、こちらもね、見てらっしゃらない方はぜひともね、参考になさってみてください。ファイルキャッシュは結構私の中では注目通貨になりうるんじゃないのかなみたいなね、ちょっと思ってますので、よろしくお願いします。1万あたり今30円ぐらいです。あ、ごめんなさいね、イーサリアムクラシックの途中でね、もし見られて、まあその関係性とちょっと似ていますよということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日のチャート分析は以上となります。そして本日の重要ニュースいってみたいと思います。パフパパパパパフパパフ、お願いいたします、お願いいたします。今日はですね、安西先生をぶち込まさせていただきました。よろしくお願いいたします。まずお一つ目はこちらでございます。はい、こちらですね、いきまーす。上から下にね、まあ流していきましょうかと。うん。コインチェック、うん、パレットの IEO、これがね、2021年の夏に実施、国内初でございます。IEO トークンですよね、いわゆる。うん。で、上から下に流しますね。暗号資産取引所のコインチェックは、2021年の5月の31日に、取引所がね、主体となって、企業や、うん、あとはプロジェクトのトークン発行、うん、資金調達を支援するイニシャルエクスチェンジ、オファリング、IEO ですよね。これを2021年の夏に実施することを発表しましたと。で、まあ、国内初ですよ。ですから注目度は高くなっていくんじゃないですか、これ、このトークンはね。最初の IEO では、ハッシュパレットが、2021年の3月にテストネットをローンチした NFT 特化ブロックチェーン。うん、パレットのユーティリティトークンである PLT というものがね、販売される予定となっていますという形でございますね。まあ、抽選とかそういったことがあるんでしょうかね。うん。で、まあ、詳しく書いておりますよね。まあ、コインチェックは2021年5月31日に、まあ、詳しくね、書いてます。漫画、アニメ、スポーツ、音楽のための
次世代ブロックチェーンを構築している、ハッシュパレットの IEO をね、2021年の夏に実施することを発表しましたと。で、日本国内の暗号資産取引所で IEO が実施されるのは今回が初となりますということでございますね。で、IEO に関しては、こちらに書いてますね。私が前々からね、ある程度説明しているんですけれども、流していきましょうか。IEO とは、取引所が主体となって、企業やプロジェクトのトークン発行を支援する資金調達方法のこと。で、取引所の審査によって、一定の信頼性が確保されていることや、トークンの新規上場がね、前提となっていること。ですからもう上場するの確定ということなんですよ。などを理由に、ICO に次ぐ新たな資金調達方法として注目されています。ICO っていうのは、自分たちで独自に集める。何もバックアップがない状態で集めるのが ICO なんですよ。OK ですか？ですから IEO トークンっていうのは、やっぱりね、上場が確定している、上場が前提となっているということですので、結構熱いんです。はい。特に国内取引所ですからね。PLT でございますよ。OK ですか？で、こちら、販売されるね予定になっておりますよということで、書いてますね。パレット PLT は漫画、アニメ、スポーツ、音楽をはじめとする、日本初コンテンツのグローバル発信の強化を行う、プラットフォームでありますよと。で、NFT を利用したコンテンツ流通に最適化されたブロックチェーンネットワークとなっておりますっていう感じですね。で、ハッシュパレットと同社の親会社のね、ハッシュポートの代表取締役の方がね、こんな風にこう、言っております。上から下に流していきましょうか。気になる方はちょっとね、読んでいただいてということでお願いしますよ。いう形。で、最後書いてますね。なお、パレットのプロジェクト詳細ページは、2021年の6月頃、もうだから明日以降に、公開される予定だと報告されていますと。コインチェックの方でね、おそらくニュースとして上がってくると思いますので、公式発表ありましたから、コインチェックもね、このニュースが。もし気になる方はね、ちょこちょこ確認をしていくのがいいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はーい、そしてね、お二つ目のニュースいきます。最後のニュースでございます。こちらでございます。はい、こちらですね。いきまーす。最後ですね。はい、イーサリアムに関する話題ですね。こちらも上から下に簡単に流していこうと思います。いきますよ。はい。イーサリアムのデベロッパーである、ごめんなさいね。スウェンディ氏でいいんですかね。この方が7月中旬にね、予定をされているアップグレード、EIP1559、いわゆるロンドンですよね。ロンドンの抜け穴を発見し、バグ的な感じでしょうか。抜け穴を発見し、修正提案を出した模様ですと。あ、先に言っておきます。あまり大丈夫だったようなので、読む限りではね。で、この抜け穴を、そのままにしておくとね、規模な偽のトランザクションが可能になってしまいますと。で、これによりイーサリアムネットワークが盤石になってしまう可能性がありましたということですね。で、解決したのかどうか、大丈夫なのと、ロンドンの、ね、延期とかならないのということがね、これ、書いてあるんですけれども、書いてますね。1559はトランザクションの際にかかったガス代を一部バーンしていくシステムに変更されます。これがいわゆるロンドンですよ。やっぱりどういったものかね、聞いておいた方がいいかなと思います。バーンしていくと。で、今まではガス代をね、マイナーに渡していたんですよ。マイニングされる方にね、マイナーに渡していたんですが、1559にアップグレードされることで、ガス代のボラティリティを下げることを目的としていますと。ボラティリティが下がるよと。要するに金額が安くなるよということです。OK ですね。で、これによって、スケーラビリティ向上の土台形成も期待できますと。で、EIP1559 は、今までの取引仕様とは異なり、ベースフィーとチップフィーでコストが分かれているようですということですね。新しく、そういうふうに変換される、変更になりますよということでしょうね。で、ユーザーは、マイナーや、あとはイーサリアムネットワークにチップフィーを渡すことで、いいですね。取引を高速化することができますと。はいはいはい。取引をね、高速化することができます。で、このチップフィーは、マイナーの収益に今後なる予定ですということですね。で、ユーザーは支払っても良いと思う金額、だからこっちで指定できるんだよと。支払ってもいいと思う金額を指定すれば、取引がさらに高速化するということでしょうかね。で、この、ウェンディ氏でいいんですか？この方は、このチップフィーの設定が、最大金額を設けていないことに気づいたらしいんですよ。限界値ということですよね。ですから、この設定がないことで、ユーザーがチップを支払う資金がなくても、高いチップを設定することができる。ですから、もう常に早い、払わなくてもいいってことなんですかね。払わなくても早い処理がもう期待できるよっていう風になっちゃうってことなんでしょうかね。で、これにより大量の偽のトランザクションを発生させることで、そうですよね。ネットワークを混乱させる恐れがありますと。で、書いてますね。これらの問題は4つのチェックを追加することで解消すると、ティム・ベイコ氏がツイートしているので、大きな問題にはならなさそうですということですね。で、詳しくは上記のツイートをご覧くださいということですけれども、こちら EIP1559 は全てのイーサリアムユーザーが注目しているアップグレードなので、できる限り、安全性を保って
準備を進めてほしいですと。で、EIP1559 にね、変更されることで、イーサリアムネットワークの安定性や、あとはスケーラビリティですよね。うん。まあ、スケーラビリティで、まあ、仕事量、処理できる仕事量が増えるということですよ。あとはコスト面などの改善を期待していきたいところです。という形で書いております。まあ、大事にならなくてね、まあ、良かったなと。延期になるレベルだったらね、また逆にこれ、ガリッと落ちてきますので、まあ、そこは良かったかなと、本当にね、私このニュースを見て思いました。はい。まあ、コインチェックの話と、このイーサリアム関係のね、ニュースで、第2部の、ニュースをね、締めさせていただきたいと思っております。はい。そして、チャンネル登録者の方がですね、いきますよ。なんと、7700。これ、午前中とあまり変わらなかったですかね。60名ぐらいの方にね、登録をしていただいております。午前の配信から10名ほどの方が、登録をしていただいているということで、本当に皆様のね、高評価であるとか、バッドボタンであるとか、あとはコメント等ですね。ここがやっぱりおすすめに上がってきている、要因になっておりますので、本当に皆様にはね、感謝感激でいっぱいでございます。今後とも YouTube 様おすすめ関連動画で本当に上げてくれということで、本当に上げてくれというね、おすすめ動画お願いしますみたいな形で、行ってみたいと思います。あとは、チャンネル登録をね、してらっしゃらない方に関してはですね、ぜひとも、皆様の、大事な親指、人差し指、あとは中指でございます。あとは、薬指、小指、どちらのお筋肉でも構いませんので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日第2部の配信をここらで切りよく終わっていきたいと思います。また明日ね、6月1日、朝第1部の配信を昼頃にはね、していきたいと思っておりますので、それまで楽しみにお待ちください。それではおやすみなさい。では、バイチャ。